はい、どうもサロッチでございます。本日はですね、石川県金沢市に来ております。はい、でね、やっぱりね、金沢に来たら海鮮でしょうということでですね、本日はこちらにやってまいりました。どどん。はい、金沢マイモン寿司さんでございますね。はい、こちら、回転寿司のお店になるんですが、まあ、そのクオリティからですね、もう日本一の回転寿司なんじゃないかと、呼び声が高い、ぜひね来てみたかったお店でございます。こちらでの撮影がね OK 出ましたんで、早速行ってまいりましょう。いや楽しみ、クソ楽しみなんだけど。じゃあすいません、このランチを一つください。はい、これ上の方がいいのかな。そうですね、マイボンランチで。マイボンランチで、はい、じゃあお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おお。ネタの説明として、はい、一番外側ですね、が、あと中トロ、アオリイカ、カニ身で、その下からバイガイ、生甘エビ、と白焼きヒラメ、はい、と、あとマアジ、トカジャがノドグロになりますね。はい、はい、こちらから、北海巻き、海とイクラの北海巻きと、はい、自家製の卵焼きと、ミヤナマになります。はい、で、ノドグロとアオリイカは、そちらの卓上にある能登塩あるので、そちらよろしければかけていただいて、お召し上がりがおすすめになっています。能登塩ですね、はい。今ランチのお味噌汁も、ありがとうございます。はい、じゃあ早速ねいただいていきたいと思います。いただきます。こちらが、マイモンランチ、マイモンランチ2090円でございますね。お味噌汁もついてます。お味噌汁もついております。海苔の味噌汁かな。うん、うまい。これ普通の赤身なのかな、もうなんか中トロぐらいの勢いあると思うけど、うまい。もう順番に行こうかね。あれ、さっきこれとどれを塩でいい、イカって言ったっけ、カニ、うん、ブリンブリン、あ、うまい、おいしい。バイガイ、自家製卵焼きでございます。お待ちになるお気をつけください。おいしい。これ回転寿司なんだよね。
たせいたしました。肝付きカワハギでございます。はい、ありがとうございます。また奥のポン酢でどうぞ。あ、ポン酢で、はい、はい、赤いカレーでございます、はい。食らっても食えるわ。で、先にじゃあ2くらい行こうかな。失礼いたします。お待たせしました。本マグロの赤身ですね、はい、まずこちらが中トロです。で、大トロでございます。ありがとうございます。しました。このね、のこじゅのどぐろと白みんかにぜひって書いてある。かしこまりました。ちょっとでございます。この辺でも大丈夫。はい、大丈夫。で、ガセリ、頭の唐揚げ付きでございます。塩うまっ。美味しい。じゃあこちらのノドグロもね。大丈夫です。すみません。いやさあ、ここからね、単品になるんですが、何から行こうかなって迷うぐらい、うん、ちょっとね、これ熱いうちにちょっと食べたいんで、こちら卵焼き、食えるわ、こんなの。こんなのずっと食えるっちゅうね。うん、うまっ。おいしい。じゃあ食べ比べるためにですね、中トロいきますか。中トロ
ございます。さらに油がね、上質な油が甘みになって、
カニ身と合わせてるから歯ごたえもあるし、このカニ味噌美味しい。うまい。こちらが昆布締めで、こちらが生だそうです。で、こちら金沢らしいですね。金粉が乗っております。金粉が、じゃあこちらの方からね、昆布締めの方から。最初ね、上に乗ってた柚子の香りがバーってきて、その後からこのちっちゃいこのね、エビの、白エビの中からものすごいエビっていう主張が強い、なんだろう、香りと味もそうなんですけど、グッてきますね。エビが、エビの中のエビみたいな。地元の人でもなかなか食べれないらしいです。こちらがね、ガスエビだって。で、頭の殻付き。ガスエビ。初めて聞いたね。こちらの方ちょっといただいてみたいと思います。ガスエビ。ちょっと黒いね。黒い。味は近いんだけど、なんだろう、甘エビよりも濃厚っていうのかな。ちょっとこれ表現難しいな。でも非常に甘エビには近い感じです。そして頭、うまい。
桜。バカ、いくら食べちゃったら三連チャンでウニやないか。まあ好きだからいいけどね。気になるね。割と考えずに頼んじゃったけど、いやー美味しかった。回転寿司のねマイモンさん、ぜひね金沢にお越しの際は来てみてください。じゃあ一旦ねここでごちそうさましておきます。次はちょっとお会計の方見てみましょう。